この CD でお話ししてくださっている斉藤ひとりさんは銀座マルカン創設者で納税額日本一の実業家として知られています1993年から納税額12年間連続ベスト10という日本新記録を打ち立て累計納税額も発表を得た2004年までで前人未到の合計173億円を納めこれも日本一です 土地売却や株式公開などによる高額納税者が多い中、納税額は全て事業所得によるものという異色の存在として注目されています。土地、株式によるものを除けば、毎年納税額日本一です。また、斎藤一人さんは、著作家としても心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書、何冊も出版されています。 このお話は大変役に立つと思いますので、ぜひ7回以上お聞きください。なお、この CD はご自由にダビングして構いません。では、ゆっくりお楽しみください。さあ、本当にお待たせいたしました。最後は、斎藤ひとりさんです。ひとりさん、よろしくお願いします。 聞こえますか。<laughs> えー、大丈夫かなこのぐらいの声で大丈夫？もうちょっと。<laughs> 大阪は本当にしばらくぶりで来ました。あの随分昔あの北海道に恵美子さんがいたときね恵美子さんあの大阪担当してくれるって言ったときに。 あの北海道の人って意外と東京までは来るんだけど関西までって来ないんですよそれで恵美子さんが「なんか大阪の人って怖いの?」って<え>で心の中で「お前の方が怖いよ」と思ったんです <laughs> <laughs> ただね私小さい時からは日本中旅してるからあの大阪の人ってね 本当に優しい。いや、東京の人が冷たいいんじゃなののね。東京の人ってあの道聞いてもねあ,のあんまりよく教えてくんないの本当は知らないんだけどね <laughs> <laughs> でもあの同じ知らなくてもね大阪の人はねえー、どうやって説明したらいいだろうなとかね分かんないと近所の人に聞いてくれたりとかものすごく優しいから「お前絶対行ったら気に入っちゃうよ」っつったら本当に来たらね えー、気に入っちゃって今北海道からこっちに移ってきてねもうだんだん顔も大阪の人の顔になってええここのとこあのなんか 発行の条例をやりだしたらねうちの社長たち頭がもうそっち行っちゃってそのことしかね頭になくなっちゃっててそれでこういう話ってあの好きな人と嫌いな人がいくからね誰にでもうちの人は大好きなんですでもともとそういうことをやりたくて私のお弟子さんになった人なのねだからこういうのが解禁になったらもう嬉しくて嬉しくてしょうがないんだよね で、その人たちが私をお師匠さんに選んだんだから私はもっっと変わってるよね。<laughs> うんこの前花江ちゃんがね「西洋の牧師さん」とか「なんでなかなか条例して取れないのにひとりさんがやるとすぐ取れちゃうどうして?」って言うから。 あのいや牧師さんの悪口じゃないんだよ牧師さんってね暗いい人が多いの俺あんまり牧師さんと明るい人見たこといやいると思うよいやいるいるけどあのいけないが多いの牧師さんってあの俺も幼稚園の時キリスト教の幼稚園だったのねで聖女ってね あれやっちゃいけない、けなこれやっちゃいけないってものすごく書いてあるんだよね。でいいんだよそれでもね。でうちのお弟子さんが元気なのはね俺のお弟子さんになったからあれもできるこれもできる方がいいからいろんなことができる方がいいよ。で礼ってね牧師さんやなんかにねお前立派なこと言ってるけど この前女の胸見てたのとかって言うのそうね後ろめたいとドキッとしちゃうのところがひとりさんはひとりさんあんたは立派なこと言ってるけどこの前女のお尻見てたでしょそれが何か <laughs> 見てましたよ、うん、見てるだけじゃなくて触りたいと思ってました <laughs> あのね人間ってね綺麗な人を見ると胸見たりお尻見たりするんだよ触りたいと思うんだよだけど触んないんだよそれが理性なんだよだ人間っていうのはね思ってもいけないっていうこと思いは勝手に思うんだよ わかかるかい思いというのは思おうと思って思ってんじゃないんだよ。何も考える前に思うんだよだけど思ったことを自分がやっていいことと悪いことと選別するんだよ。わかるかな男の人ってそういう生き物なの。あのね男は女が好きなの。で女は男が好きだっていうとそうじゃないの。 女の人は大して男好きじゃないんだよだから式場っていうのは男は女に向くけど女の人は洋服とか宝石に向くんだよだから女の人でおしゃれずーっとする人いるでしょだからうちの社長みたい人を式場京っつうのいや本当なんだよで女の人っていうのはなん,でなんでこんなこと言ってるかというと 過去世界中で女の人が王様にな女王様ってなった人がいっぱいいるんだよ。でそのずーっといっぱいいる女王様の中で男を集めてハーレム作った人ってゼロなんだよゼロ。ゼロだよ、うん。ところが男が王様になると必ずハーレム作るの作らなかった人っていないんだよ多くでも何でも。だからそのぐらい男は女が好きなの。 で女の人っていうのはおしゃれが好きなのだからどっかの女王様が死んだらなんかすると靴が三千足出てきたとか再現ないのあのだいぶ前にあの京都の旧家のいいとこのおばあちゃんもう死にそうだったので死にそうなのに呉服屋さんが来たのそしたら起き出してきちゃってこれ似合うかしら <laughs> 出来上がって、これもしかすると出来上がるまで生きてないじゃないかっつってもお洋服だとじゃあお着物作っちゃうんだよ。わかるかなあのね神様がつけてくれたものをいけないっつっちゃいけないのだって俺たちさ女の人だってさブランド物のばっかやなんか欲しいなと思うじゃない働いて買うんだよ。 泥棒して買うんじゃないんだよい,いんだよそんなことまでいけないっつったらおかしくなっちゃうよ人間ってねお金稼ぐと楽しいんだよ人生金じゃないって言うけど金だけじゃないの友達も大切なのだけどお金ないと困るんだよあのいろんな精神論者とか宗教家でもいろんな人でも 人生金じゃないってやつが出てきたらあんたの金絶対狙ってっからね <laughs> 俺はみんなを金持ちにしたいんだよで金持ちにしたいんだからお金大切にしなっていうの欲しいもの買いなっていうのだって人生一回なんだよあのもしね俺が食べていければいいっつって俺食べるぐらいだとすぐ食べれんだよ で頑張んなかったら今の丸カンってないんだよ何千人って人が食べてんだよ家族を合わせたら何万人って食べてんだよみんな仕事一生懸命やると自分が儲かるだけじゃないんだよ税金払うんだよその税金って年寄りが養われて子供が養われて道路ができるんだよ学校ができるんだよわかるかい努力もしないでお金欲しいってのはおかしいんだよ で一生懸命働いてお金得るって何がいけないのそんなことを禁止してる宗教って何なの何で競争だけあんなでかいとこに住んでんのおかしいんだよおかしいことはおかしいんだよ神に近づきたいからって壁に向かって3年座禅してたって異常だよ <laughs> 異常だよだって なんで壁に向かって3年あれしてって神に近づくのじゃあ神様は異常なのずっとやってんのそれそんなのは異常だよ異常なものを見て異常だよおかしいよってね俺たちの欲って神様がつけてくれたんだよ、ね、女性の胸見ちゃいけないとかいいんだよただ触っちゃいけないんだよ ハンドバッグ見てねこのバッグいいな自分がハンドバッグぶら下げて歩いてってとこ想像しとっていいんだよでもお金払わないで取っちゃいけないんだよわかるかい俺たちって神様がだよ。だから想像して理性で生きてくって当然だよねあのいろんな人がねなんで一人さんを神様が選んだか不思議でしょうがないって でしばらくいると神様が選ぶとしたらあなたしかいないってみんな言い出すの。だってこの世の中俗世界なんだよ。ひとりさん俗っぽいですねって言うけど俗世界を俗で生きないでどうやって生きんのこの俗世界を死んであの世に行ったような生き方してておかしいと思わない お客さんが喜ぶことして売り上げ上げて税金払って俺ただの1円もごまかしたことないんだよ一生懸命仕事するんだよでお弟子さんやなんかにも自由にやりなっておおよそ俺から俺のお弟子さんになってさこれやっちゃダメあれやっちゃダメなんて言われたことないよ俺が高級車だから 俺のお弟子は一,一段車ずらしてとか俺そういうこと言ったことないのただ俺に買ってって言っちゃダメだよって <laughs> <laughs> あなたが何乗ってもいいので恵美子さんがジェットフェリー買いたいんだけど何でも買いなってその昔俺も空からフェリーの音がした時はどっかへ隠れたり <laughs> <laughs> するけどさえー ひとりさん今日は変な話するなぐらいで聞いててください、えー、私のお弟子さんはこの変な話をずっと聞かされてますそれでついてきた人たちですからこういう話が好きなんじゃないかそこへ来た人ももしかしたらこういう話好きかもわかんないあのね恵美子さんこの器って本書いたのねで器って器量なの で、「器量って何でしょう?」って言った時最終的には知恵だよな白い心なんだよでよく「視野が白い」って言うじゃん「で視野が白い」ってどういうことですか?」って言った時「俺たちは前世があると思ってるんだよいや俺の話だよみんな思わの二たっていいからねええー ひりさんが今からする話おかしいなと思ったら正直言ってね「これ俺間違ったとこ来ちゃった」って,って帰ってもいいよ」ただ帰ろうとしたらお前本当に帰っちゃうとか言うけど <laughs> あのね前世があって今世があるんだよで来世があると思ってるんだよ。 ところが今世だけだと思ってる人ってねすっごく考え方視野が狭い前世俺はどんな生き方したんだろうな今世はこんな生き方しよう来世はどんな生き方をするんだろうとすごくものがよく見える俺発行の条例やりたくなかったんだよこれ本音なんだよ だってやりたくないもんだって俺これやらなかったらさこんな不思議なことやらなかった俺納税日本一のさ事業家だもんそれがボランティアでこういうことやってたって必ず霊感商法だとかで言われるに決まってんだもんだやりたくないんだよでやりたくないんだからしょうがないんだよなじゃあなんでやりたくなくてもやるんですかっていうと死ぬと 天国行くか地獄行くか不幽霊になるかこの3つの選択しかないんだよ。<laughs> と自分はねちっちゃい時地獄見たんだよ行きたくないんだよ。でバカな話して,してると思ってていいよで俺の基準なの。で俺条例やなんかできるんだよ教えられるんだよわかるかい こっかから大阪の駅まででどうやって行くんですか知らなかったら「いや申し訳ない俺東京から今来たばっかりだから知らねえんだよ」これ罪になんないんだよ。だら知らねえんだもん。知ってんのに大阪の駅,駅の行き方知ってんのに教えなかったら罪になるんだよ。わかるかいだから俺は地獄行きたくないんだよ。単純な話地獄に行きたくないんだよ。だ それで地獄に行かないような生き方が実は今世でも成功する生き方なんだよ。で天国に行ける生き方が今世の成功する生き方なんだよ。わかるかいところがむちゃくちゃなことばっかし言ってる精神論者だとか宗教家がいて思ってもいけません考えてもいけません。 高いもん買っちゃいけませんってそんなこと誰も言ってないよね花江ちゃんなんかドレス着てよかったねってうだけなんだよね自分で買ったんだろそれ <laughs> ねみんなこうやっておしゃれしてっけどみんな自分のお金で来たんだよね誰もこんなの悪いなんて言ってないよそれどころか来年のパーティーはもっと派手にしてこようって わかかるかい一つもね地獄に行かないようなことを地獄に行く地獄に行くっつうんだよ。ね地獄なんか行かないよ。地獄行くっていうのはね自分がやれることやんないやつそれから弱いものいじめるやつだよ。あの花恵ちゃんね二言目にひとりさんは弘法大師の生まれ変わりだっつうんだよね。 俺言うんだよ、違うっつうのもおかしいんだよ。でそうだってやつもおかしいんだよ。だって前世のことって誰もわかんないんだよ。それを私はお釈迦様の生まれ変わりですとかって言うやつがいたら「おめおかしい」って「おかしいんだよ」って。それ以前に。 前が弘法大師の生まれ変わりだろうがんだろうが今世人に意地悪したりだらしないことしたらそいつはだらしないやつなの前世どんな生き方してたって俺たちチャラになって出てきてんだよだ今世立派に生きれば立派な人なのそういう仕組みになってんの前世ねあなたはねお城みたいに住んでお姫様でしたって今長屋に住んでるば長の住人なんだよ 根拠 <laughs> ないもんお前なんてだから今一生懸命生きるしかないんだよってわかるかいだから前世もある今世もある来世もある死んだら選択肢が天国と地獄と不幽霊と3つある <laughs> <laughs> その中で俺は不幽霊なんかになりたくない。 だから条例でも何でも教えるよってそうすると嫌なことって起きないのさっきしげちゃんがねしげちゃんってあの、俺のお弟子さんなんだけどそれがね「若い人に何かアドバイスありますかね?」若いっていくつだよ」<laughs> あのね、中学校高校生が相談してきたら好きなことやんななお前好きなことやってみな好きなことやると大概うまくいかないんだよねで社会に出た人間だとしたらお前な好きじゃないこともやってみなやりたくないこともやってみな人の意見なんか聞きたくないだろうけど人の意見も聞いてみな そうすると嫌だと思ってたそのドアを開けたらそこがねドア開ける前はこのドアは嫌なことなんだからきっといばらの道のように思ってるけどそれをやってみるとうまくいったりするんだよ。だってこの世の中面白くないんだよ。わかるかいあんたが不満化をしてんのわかるよ。 周り中不満なことが山ほどあるんだよ。だけど一念発起して天国言葉言ったりなんかすると本当によくなるんだよと。嫌なことでもやってみると幸せになるんだよ。そうするとその道がまた楽しくなってくるんだよ。わかるかい が,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 ながの強いやつは浮遊霊呼ぶんだよだから余計がが強くなんだよ世の中って簡単なんだよだって地獄言葉より天国言葉の方がいいに決まってんだもん笑顔の方がいいに決まってんだよ暗いより明るい,にいい方がいいに決まってんだよそんなこと誰だって知ってんだよで 分かりきったことをなぜやらないんだよって」と「我が強いんだよ」「おめえの味方が山ほど背中についてんだよ」って <laughs> で「暗いことばっかし言って死んでったやつがいるんだよ」って「で、霊っているんですか?」って「いるんだよ」「いるから出てくんだよ」<laughs> だってしょっちゅう出てくるんだもんねそれで 俺たち明るく生きてりゃいいんだよ明るく生きてりゃ霊なんてつかないんだよ楽しいんだよいいかい空は鳥飛んでんで花咲いてんだよわかるかいねっ桜も咲けばさ梅も咲くんだよでこんないい世の中に生まれてなぜ壁の前にじっと座ってたそれの何が悟りなんだよ 滝に打たれたら条例ができるようになった。なんで滝に打たれるとできるんだよ。だったら恋だってナマズだってみんなできるよな。<laughs> <laughs> おかしいんだよお。おかしなことはおかしいんだよ。俺たちはね、しごろから上機嫌でいるという修行してんだよ。嫌なことなんか山ほどあるんだよ。 嫌なことがあったっったてて笑ってんだよ、ね、今日の料理美味しかったけどまずくったって笑顔だよ。俺料理のまずいぐらいで機嫌損ねないもん。俺のお弟子さんが20年以上俺のそばにいて俺の機嫌一回も取ったことないって言うんだよ。だって俺機嫌いいもん。あのね自分の機嫌も取れないような精神論者おかしいんだよ。自分の機嫌ぐらい取りなよ。 俺がいつも明るいからみんな俺に会いたがるんだよだからみんなもね明るくしてるゃ礼なんてつかないんだよ、えー、<laughs> 人はね自分以外の人は必ずね自分を映す鏡なんだよこの前あの 昨日かなみっちゃえみ、ー、こがひとりさんのことをひげちゃんが一生懸命広めてるよっつったのあそうかいっつって,言ってそれ不思議でも何でもないんだよ相手は自分をつく鏡なんだよでその鏡に向かって俺は全力でスポットライト当てたんだよそしたらそのスポットライトは 俺俺をす鏡なら必ず俺の男へ跳ね返ってくるんだよでもやってやってもあいつ何もしないっていうのがいたらおっかなびっくり斜めから血当ててんだよだから来ないんだよ人間っていうのはね憎しみで会いた対いすれば憎しみが帰ってくるんだよ笑顔で会いた対いしたらだんだん笑顔になってくるんだよ人ってそういうもんなんだよ 今日ね、なんかモテるモテる本みたいなそれまゆ美ちゃんが買ってきて読んでたときに「女の人はなんか会社で上役がすごく人気があったんだけどなんか失敗したらでみんなのせいにしたんで人気なくなっちゃった」っていう女の人ってさ自分を守ってくれるような人が好きなんだって言うんだよね。 それおかしいよって人間ってねこの宇宙はバランスの法則っつうのがあるんだよ俺はうちのお弟子さんのこと一生懸命守ってるけどうちのお弟子さんが俺のことを一生懸命守ろうとしてるんだよお互いなんだよ片っぽにだけいい話って絶対長続きしないんだよ 本当なんだよ旦那が奥さんのこと守るって私は子供のこと守る子供は誰かだみんなでそっぽを見てんのやめなって <laughs> 旦那がお前のこと守るったら私もあなた守るよってお互いが言わなきゃダメなんだよ。えー、さっきまでねさっきずっとシゲの話ばっかりしてんだけどシがない。 テープレコード持ってきてずっと俺のとこで話聞くんだよな今度出会いの話書きたいからひとりさんって出会いってどう思ってますかひとりさんと出会える人もいるし出会えない人もいるしで俺はさ出会いなんかどうでもいいと思ってんだよだって出会うもんなわかるかい出会いって出会うんだよ で、自分が出会った人に全力で何ができるかなんだよ。俺子供の時にね中学校を卒業する頃高校行かないっつったんだよそしたらねうちの親も困っちゃって銀行の偉いやつ連れてきたんだよねうんそれでね要は大学行けって言うわけ。でそのの大学行けっていうのが、 大学行くとね、麻雀やっててもいいんだ。遊んでてもいいんだ。で、その中に必ず、いいとこの息子だとか、偉いやつとかがいるから、そういうのの麻雀友達になっちゃってたりなんかするだけで、おい、お前の中になれるんだ。だから大学ぐらいいいとこないよって聞いたときね、耳っちいこと言ってんな。 <laughs> そんなつもりで寄ってくるやつなんか会いたくもないよなわかるかい今日も偶然こうやって会ったじゃんその中で俺全力で喋ってんだよで、俺会った人にいつも全力なんだよ何か得たいと思って話すのやめなって 何ができるだろうって気持ちで会いなってそしたらうまくいくよそしたらそういう人間に会えるよこういう人としたら自分が何か得すること自分が得になる話って絶対うまくいかないんだよ言っても長続きしないんで嫌われるだけだからやめなって宇宙はそういう法則になってないの、えー、今から ものすごい変な話ですからね。今今までは変な話じゃないね。これから変な話だ、ね <laughs> えー。今から非常に変テコリンな話をします。<laughs> 今までの話ぐらいでまともな話ですから。<laughs> えー、私運がいいんです、えー、どのぐらい運がいいかというと常識を外れたぐらい運がいい運がんです、えー、昭和23年に生まれました物心ついた時には食料事情も良くなってました私の前に生まれた人は空から爆弾が降ってきました ちょっと前に生まれた人は食料事情でしたが悪くて食えなかったんです私の時は物心ついた時はもう食事は十分ありましたただ戦後のどさくさでしただから親が勉強しろって言わなかったんです <laughs> 毎日遊んでたんですでその後は厳しかったです進学の時代になっちゃったから軸生かされたりで私はちょうどそういうのがなかったんです 色気づいた頃になってきたら復興してバンとかジュンとかいろんなものが出て私に合わせて世の中が <laughs> <laughs> よくなってくるぐらいこうよくなってくるのねで私銀座日本漢方研究所っていうのやってんだけど私会社行きませんだから会社に私の椅子はございません それぐらいいかないです、えー。私が行くとどうなるかというと「社長が来た」ってみんな集まってきて話して盛り上がって仕事にならない <laughs>、えー、で日本漢方研究所と言いながら誰も研究してません <laughs>、えー、研究員はいませんでも私も研究してません。ただ、 いろんないい昇進ができるんです。しらめくんです。で私はそれをありがたいことだと思ってて、で私、神様がいると信じてるの。で私の趣味は奇跡を起こすこと。もう奇跡を起こすのが楽しくてしょうがない。<laughs> だから今ね、条例ができるようになった。修行してできるんじゃダメなの。 それは奇跡じゃないの <laughs>、うん。優秀な研究員がいてできるんじゃダメなのそれは奇跡じゃないの面白くないので社長が頑張って働いて会社の業績がいいんじゃダメなのうちの会社って近所からパートで働きに来た人そういう人しかいないの でそういう人で納税一番になっちゃうのでどうやってやるんですかと奇跡を起こすのうちの会社はねインターネットもないなんでないかと,いと誰もできないからでうちたった5人しかいないでその5人で納税日本一になっちゃうんですがなっちゃうでどうやってやるんですかと奇跡を起こせばいい で、自分が奇跡を起こし続けることが神がいる証しだと思ってる誰も信じてくんなくていいのだって俺宗教家じゃないから信者なんかいらないのただ自分が勝手に自己満足なの自己満足したいのただ時々サボり癖があってやりたくないってだってやりたくないもん <laughs> ね、だって神様って前払いでいろんなもんくれるんだよねえそう,そう神事は仕事じゃないよ俺仕事好きなんだもん神事やりたくないの仕事するじゃないねと俺ね何百年も何千年も食えるだけ金持ってんだよだから食ってけんだよだからみんなから俺 別になんていうの寄付集めたたいいととか思ったこと一回もないんだよだって俺もが金持ちだもん <laughs> <laughs> ねで俺は個人的に奇跡を起こしたいのでそれが俺の楽しみなだけどここのとこ神事やる気になったので理由は地獄へ行きたくないから <laughs> でも人間ってそんなもんだよだってさ 女霊なんか好きな人ってこんなか何割だもんないやみんな好きかもわかんないけどさ <laughs> 困った時の神頼みって言葉知ってるかいいけないみたく言うけどそうじゃないよ困ったら神しか頼れないんだよだってもっと努力したらって努力も及ばない時に困ってんだよだって解決できるもんで困ってるやついないんだもん わかかるかい俺ねこの話はしたくないのしたくないんだよ本当にしたくないんだよもう嫌で嫌でしょうがなかったんだよあのね俺に知恵授けてくれていろんなことができるようにしてくれる神様ってなんていうお名前ですかってお名前聞いたことあるのそしたら神様が「雨の皆かぬし」っつったの。 でまあ、まあ、雨の皆かぬしなったってみんな知らないだろうけどそれはそれでいいのねでその人が知恵くれるのでその人がこの進軍を言ったら条例ができますよとかできるで今から言うことね信じる人がこの中で一人でもいると思うんだよだからその一人のために話すの。 これから地震も来れば津波も来るんだよ。その時、神様のお役に立ってる人はたった一言、雨の皆かぬしお助けくださいって言ってごらん。人間って、神様に守られてる人間って死なないんだよ。寿命が来たら死ぬよ。寿命が来るまで死なないんだよ。地震が来たからって死なないんだよ。 津波が来たからって死なないんだよ騙されたと思って言ってごらんなんでかっていうと俺ここのとこテレビ見てて苦しいんだよもうじき地震が来る津波が来る直下型のが来た時は3分以内に津波が来るもう揺れてる間に逃げてくださいどこへ逃げるんだよあんなこと恐怖のことばっかし言われて,て明るく生きれないよ 地震が来ないんじゃないんだよ来ても大丈夫だっていう波動を出したとき震度7が震度6になったりするんだよ恐怖の波動というのは恐怖のことを呼び寄せるんだよだから今みたく恐怖は煽るようなことばっかり言ってたらおかしいんだよ東北の津波なんか千年に一回しか来ないのだよ明日来るようなことばっかり言ってたら本当に来るからやめなって 上岸地震なんかこの前よって分かんなかったんだよ。お前ら知らなかったんだろうって学者偉そうなこと言ってるけど、この前文献見て野党来てから分かったんだろうって。恐怖の波動は恐怖を呼ぶの。地震が来ないから安心してくださいじゃないの。地震が来ても大丈夫なの。分かるかいね騙されたと思って、 みなかのしの神を救いあのお助けくださいって素直に言ってごらん俺は言うから助かるよ <laughs> それでねいや私は他の宗教やってますから、それを他の言ってなあのね、ま、雨のみのしっていうのは天の中心の神様なアマテラスさんやなんか全部それのお使いなのだからどれ,どれを言ってもお使いだから そそれはそれはで構わないからね、えー「今日は何言いたいんですか?」って言った時「せめてうちの仕事をしてる人は豊かになって安心の波動を出せるようになろう」ね「豊かが悪いことじゃないの」「おしゃれもいいの」「男が女にモテたいのは当たり前なの」「神がつけてくれたの」 神をつけてくれたものを否定するのは神を否定するのと同じなの男は女が好きだから頑張るんだよ女はおしゃれが好きだから頑張るんだよ男頑張ってごらん奥さんみんな使ってくれっから <laughs> <laughs> 男は働くだけで十分なんだよなんかね今日の話はものすごく取り留めがないですただ 私にすると神様の名前を言うのが嫌だっていうのは神様の名前を言えば必ず宗教と間違えられるのただはっきり言うけど宗教は信者を集めるの俺は集めてません <laughs> 寄付も集めてませんそれから宗教団体いけないんじゃないよ税金払わないので私は日本で一番払ってるんです <laughs> <laughs> で それを可能にしてくれた神様と一緒にねこの世の中で奇跡を起こし続けたい花江ちゃんが俺んとこ来た時ほんと貧乏だったのそれがこんなにお金持ちになって奇跡なんだってだから自分にとって奇跡ってあるんだよわかるかかるかい憧れのバッグ持って私にとってこれが奇跡だとかね うちの社長たちってねかわい,いよ恵美子さん、私が一番お金持ちになった時ってお前いつお金持ちになった気がしたって言ったらホテルでメロンを半分 <laughs> 半分出してくださいって半分食べた時自分はお金持ちになったって <laughs> ね。ねみんなそんなもんだよみっちゃん先生はな 小玉,スイカを小玉スイカって昔高かったのあの小玉スイカを買えた時自分は小玉スイカがね買えるようになったんだって言ったの俺ねうちのね人たちを億万長者にしたのその次にね恵美子さんのお弟子さんは恵美子さんのお弟子さんだと思ってたのでも最近は 俺自分のまな弟子だと思ってるのだからみんなもね本当に豊かにさしたいのその豊かにさす豊かになってほしいんだけどこれだけはダメだよっていうのは正当な欲はいいんだよ 正当な欲までいけないっつってたら絶対金持ちになれないよ。人のもん取ってくるんじゃないんで、自分が働いてもの買って何悪いの日本ってさ、半分税金なんだよ。自分で働いたのは半分税金で取られるんだよ。働かないやつの方がエゴなんだよ。働いておしゃれして楽しんで何いけないのそんなこと言ってる神様聞いたことないよ俺。 俺についてる神様はそんなこと言わないひとりさんもっと働けって言うから働くんだよお役目が来るから来るのみんなで自分なりの楽しい奇跡を起こしましょうどうもありがとうございますひとりさん いつも楽しくて分かりやすいお話、ありがとうございます。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。